まもなく喫制スコートを行いますので、選手およびスタッフは所定の位置に集合してください。ただいまより久光製薬スプリングスと東レアローズ両チームの選手と国分寺レッドスターズと玉堤スポーツクラブの子どもたちが V リーグテーマソング U to the top に合わせて入場いたします。皆様コート中央にご注目ください。まもなく記念撮影を終了しますので、撮影者の皆様はコートよりご退場願います。キッズの皆さんは選手の方を向いてください。選手からキッズにプレゼントが贈られます。これでキッズレスポートを終了します。キッズの皆さんは選手とハイタッチをしながら退場をお願いします。V プレミアリーグ女子東京大会マッチナンバー502久光製薬スプリングス対東レアローズの試合を開始いたします。ご協力お願いいたします。
それでは両チームのスターティングプレーヤー並びに監督を紹介いたします。はじめに久光製薬スプリングス、1番長岡美優、2番古藤千鶴、3番新鍋梨沙、4番岩坂奈々、5番水田由美、6番石井由紀、スターティングリベロ20番筒井沙耶香、監督中田久美。代わりまして、東レアローズ、1番中道ひとみ、2番高田愛沙、3番木村沙織、4番佐倉沙織、10番二見梓、15番伊藤望、スターティングリベロ5番小平香織、監督福田康弘。以上です。それではここで始球式を行います。2020年東京オリンピックへ向けて未来のバレーボーラーが行います。始球式を行うのは玉堤スポーツクラブキャプテン白臼拓磨くんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。お待たせいたしました。それでは試合開始です。両チームの健闘に盛大なご声援をお送りください。Thank you.
23番石橋が入ります。
ります。We'll be right back.
使用しての撮影はご遠慮ください。また赤や緑のライトが光らないようにご確認をお願いいたします。
田代が入ります。Oh!
ス5番に代わり23番石橋が入ります。17で久光製薬スプリングスが取りました。セット間を利用してトーレアローズのチアリーダーによる演技をお楽しみください。
23番に代わり5番水田が入ります。
さん、下平が入ります。
13番に代わり6番石井が入ります。
わり7番田代が入ります。1番に代わり9番堀川が入ります。Thank you.
セットは27対25で久光製薬スプリングスが取りました。Yeah!
久光製薬スプリングス1回目のタイムアウトです。
番水田が入ります。
中道が入ります。7番に代わり4番迫田が入ります。放送席、そしてスタンドの久光ファンの皆さん、お待たせいたしました。3連覇に向けて激闘を制しました中田久美監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。微妙な笑顔でしたが、今の心境というのは。気分悪いです。それだけ激闘だったということでしょうか。あんまり体には良くないですね、こういうのはね。すいません。やはり東レとの試合というのはこういうゲームになりますね。まあ、特にあの、まあ、開幕戦ということもありますし、本当にあのいろんな、感情的なコントロールをしなければいけない難しい戦いになるだろうなというふうには思っていたんですけども、ちょっと想像以上でしたね。そんな中選手たちは本当に粘り強く戦ったと思います。いかがでしたか。はい、頑張ってくれたと思います。そして今シーズンは3連覇に向けてのシーズンということで、非常にプレッシャーのかかるシーズンだとおっしゃっていましたが、いかがですか、そのあたり。プレッシャーです。はい、でもこれも仕方ないことなので、次のステップに向かうためにしっかりとそれを背負って、今日の一勝を大事にしながらですね、また頑張っていきたいと思います。選手たちは覚悟は決まってるでしょうか。決まっていると思います。はい、改めましてスタンドのファン、そしてテレビを見ているファンの方にメッセージをお願いいたします。たくさんの、方に会場にまで足を運んでいただきまして本当にありがとうございました。まだ始まったばかりですけども、一戦一戦大事に、
見てくださるファンの方に喜んでもらえるような試合をしていきたいと思いますので、これからもご声援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。見事開幕戦を勝利しました中田君監督です。ありがとうございました。続きまして復活したキャプテンザヤスキャプテンにお越しいただきました。大歓声飛んでます。ありがとうございました。この東京体育館での見事な復活でした。いかがですか。去年の12月から本当にシーズンが自分の中で終わってしまって、怪我から復帰できたのがこの試合だったっていうのはすごく大きいですし、チームとしても勝利ができてすごくいい意味で前進できるなと思います。本当に苦しいリハビリを乗り越えてこの場所に立っている今の気持ちいかがでしょうか。私だけの力でここまで来れたわけではなく、本当に会社をはじめ、監督、スタッフ、仲間がいたからこの場に立てていると思います。本当にありがとうございました。そしてその仲間たちと共に開幕戦激闘制しました。はい、ありがとうございます。本当にいい復帰戦になりましたね。フルセットを取れたっていうのはチームとしても自信につながりますし、また来週から長いシーズンが待っているんですけど、これをプラスに変えてまた連勝できるように頑張りたいと思います。それでは3連覇に向けてプレッシャーもあると思います。今シーズンに向けて改めてファンの皆さんにお願いします。今日は大声援ありがとうございました。また来週からチーム一丸となっていい試合を皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。素晴らしい試合でした。ありがとうございました。さあ続きましてゲームキャプテン、おいしいところを持っていきました新鍋選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。いや今日の激闘、おいしいところ行きましたね。本当に最初のところでミスばっかりだったので、ちょっとチーム足を引っ張ってしまったなと思ってます。ただ最後の最後、第4セットも第5セットもそうでした。いいところで決めました。そのあたりいかがでしたか。みんなが必死でつないだ1球だったので、点数につながって本当に良かったです。そしてこの開幕戦、相手はライバル東レでした。それを制した意味というのはいかがですか。だということはみんな分かった上で、試合に臨んで、苦しい場面も本当にたくさんあったんですけど、みんなの力で乗り切れたと思います。それでは最後に3連覇に向けて改めて一言お願いします。一戦一戦大事に戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ヒーローインタビューでした。さあそれでは新鍋選手からサインボールの投げ込みプレゼントをしていただきます。身を乗り出したりしますと大変危険ですので、お怪我のないようお気をつけください。さあ新鍋選手、ザヤス選手にボールを渡しました。じゃあサインをしていただかなくて、はい、ありがとうございました。新鍋選手とザヤス選手に毎一度大きな拍手をお願いいたします。しましたプレゼント抽選会を行います。全チームキャプテンのサイン入り T シャツが当たります。抽選していただくのは両チームのキャプテンです。キャプテンよろしくお願いいたします。プログラムを購入いただいた方には整理券をお配りしております。今キャプテンが引きました。はい、ありがとうございます。では1枚目を発表いたします。352番です。352番の整理券お持ちの方当選です。おめでとうございます。そ
そして中道選手に引いていただいた番号ですが、発表いたします。555番です。555番の整理券をお持ちの方、当選となります。おめでとうございます。当選された方は会場入り口の V リーグオフィシャルグッズ売り場に当選番号の入った整理券をお持ちください。当選された皆様おめでとうございます。そして両チームの選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。